はい、こんにちは、チェローです。今日はジョジョピタをやっていきたいなと思います。今日はですね、このピックアップ来てますね。ちょっとお知らせを見たいなと思うんですけど、キラですね。キラークイーンですね。いや、かなり強かったですよね、こいつは原作でも。で、この動画見れるんで、ぜひ皆さん見ていただきたいんですけど、なかなかイカれた感じでしたけどね。まあ、実際使ってみるとどうかなっていうところはあるんですけど、ぜひぜひ欲しいキャラですね。で、もう一人がシゲチ。これがやばかったっすね。なんか、もう全部一列ずつ変えていくみたいな。これは、なんていうんですかね、スコアタックでしたっけ？スコアタックですね。これですごいこう猛威を振りそうな感じがするんですけどね。ということで、ピックアップガチャ、回していきたいなと思うんですけど、ちょっとね、腕慣らしにノーマルガチャでも回しますかね。おお、マジで？こんな神引きをしてしまうともう出る気がしないんですけどね。ああ、でもこれは普通に嬉しいな。ただね、このゲームね、レベル上げが大変なんですよね。はい、ということでキラとシゲチですね。まあそれぞれ1.5%ずつということになってます。早速じゃあ行きたいなと。まあちょっと10連しかできないんでね、まあ、これで引けなかったら当分引けないんですけど、ちょっと今ね、運を使い切ってしまったんでね、ちょっと心配ですけど、まあ、どちらかというとしげちかな。よし、じゃあ行きましょう。お願いします。この時点で分からん、この5の数がいっぱいあるとか、5555が何個あったら確定とか、そんな感じなんですかね。まあまあまあ、いいね。はいはい。おお、光一、これは嬉しい。今ね、話題の光一さんですね。スコアタックでかなり強いこの光一さん、スキルレベルが上がったのちょっと嬉しいですね。なるほど。まあもう分かんないですもんね、どのキャラが光るかっていうのが。ただしげち来い。これは来そうにないな、今回は。まあね、そんな甘くないっすよね。おお、ブチャラティ。結構あれですよね、必要パネル数が多いと、まあ攻撃力はもしかしたら強いのかもしれないですけど、どうなんですかね、回転力として考えると。おお、慶長。もう少しレベル4になりますね。そういえば最近、エンヤバー出ないな。あー、これは爆死かな。頼む。お、来たー。これは嬉しい。なんとなく今ね、こう影がしげちっぽかったっすよね。おお、まあね、そうね。これでキラとか来たらね、ちょっとびっくりしますよね。お、まだあったんだ。まあ、いや、十分ですね。あれ、こんなんあったっけ？ちょっと変わったのかな、ガシャの感じが。こういうの嬉しいですよね。パッて終わっちゃうと、なんか余韻に浸れないんですけど、こういう感じになってくれるとね、あ、何が出たんだって見返せるんで。しげちね。あ、移動色数って読めばいいのかな。まあ、色の数が2個ってことなんで、まあ、動画に載ってるのはね、レベル5の時ですかね、全部が変わるっていうのは。だから、やっぱりスキルレベルを上げないとなかなかそのキャラの強さを、まあ、発揮できないっていうのが、まあ、このゲームの特徴かなと思うんですけど、まあ、ただ必要パネル数が60っていうことなんで、まあ、かなり、コストパフォーマンスは良さそうですね。まあ、ちょっとね、しげちはレベルとスキルレベルもね、ちょっと上げていきたいなと思います。
あと100個か、あと100個集めたらね、もう一回できるんですけどね。まあ今ね、なんかバトルで、この、キラ・ヨシカゲには静かに暮らしたいというやつがあるんで、まあちょっと今日ね、軽くやっただけなんで、まだ全然クリアできてないんですけど、ここら辺もクリアしたら結構石が溜まるんじゃないかな。はい。皆さんはどうだったでしょうかね。まあ、ちょっとね最近神引きが続いてて、まあ、出てない人にとっては面白くないかもしれないんですけど、まあ、なんとかね、まあ、こっちのレベルもあと2つ70かな、ここはここまで開けたら、4階建てになります。ちょっと、まあ、まったりね頑張っていきたいなと思うんで、よかったら引き続き見ていただければなと思います。はい、では今日この辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。